膵臓は胃の裏側にあり、横に細長く位置する臓器で、左側から尾部、体部、頭部という名前が付けられており、右側の頭部は十二指腸に接着しています。膵臓では食物を消化・分解する酵素アミラーゼやリパーゼなどが作られ、膵液として膵管から十二指腸に注がれます。また膵臓のおよそ 5% くらいはランゲルハンス島と呼ばれる別の働きをする組織があります。 A 細胞、B 細胞、D 細胞などの細胞を持っていますが、中でも重要なのは A 細胞と B 細胞で、 A 細胞はグルカゴンという血液中の糖の値を上げる成分を、 B 細胞はインスリンという血液中の糖の値を下げる成分を分泌し、いずれも糖代謝に重要な役割を果たしています。糖尿病はこの糖代謝が異常を起こした状態を言います。